はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回はバンプサクチャレですね。デッキはアヘソで、やっていきたいと思います。ということで、デッキの方は総力の特攻キャラで積んでますと。で、自分はミサちゃん と、サクヤですね、両方とも SR を持ってないので、サクヤの PSR をお借りして、ミサちゃんを PR で連れてきてる感じですかね。で、サクヤに至っては PR すら持ってないんで、ミサちゃんをお借りするともうサクヤがね R になるっていうことになるんで、ちょっとねそれはどうかなと、思いましたので、サクヤをお借りして、ミサちゃんの PR を使うという方向でやっていきたいと思います。で、サクチャレに関しては今ね、めちゃくちゃちょっとね仕事の方が忙しい時期で、まだね1人しか作ってないんですよ。で、それは、前回というか、まあ、結構前にはなるんですけども、思想でやったアヘキンでやって、経験点が7100くらいで、で、ボーナス入れてちょっといくつかは忘れちゃったんですけども、順位が今2000何位っていうところかな。なので、まあ、ちょっと厳しいかなと。で、もしこれでねアヘソをわりかしキャラは揃ってるので、まあ、ボーナスを入れてどこまで伸びるかっていうのをちょっと見てみたいなと思いまして、やってみることにしました。で、一応アヘソめちゃくちゃキャラが揃ってる人はなんか経験って1万点超えるとかも出してるみたいですね。まあ、自分はねミサちゃんがちょっと PR なんで、まあ、そこがどうかなというところはあるんですけれども、やっていきたいと思います。まあ、ちょっとね問題点としてはやっぱりその総力のね敏捷ポイントが溢れるっていうところにはなるんですけども、あとねホームランを打つためのミートとねパワーを上げられないっていうところもまたきついんで、まあアヘソで腕があればワンチャン伸びる可能性はあるのかなと思いますけれども、どうかなというところですね。あといかんせんね自分はなかなか時間が取れないっていうのがあって、筋力を練習できるときに筋力を練習しておきますか。倉持とかねマジ初めてですね使うの。このために、一応35まで上げましたね。で、暴れん坊姫様、このコンボもちょっと初めてなんで、確認をしていきましょう。で、基本的には、まあ、経験点の種類とコツが違う感じになるのかな。一番上だといぶし銀が入って、真ん中だと満塁男で、一番下でパワーヒッターですね。で、ついでに、まあ、筋力も入って、まあ、体力が減るのかこれは。なので、まあ一応筋力を稼げるこれにしておきますか。今ちょっと体力もな少ないけどな。で、あとミサちゃんがねどうしても PR なんで、もう積極的に評価を上げていかないとクリスマスは間に合わないですね。まあそうすると必然的に持ち込みアイテムも、招き猫とお守りっていう感じにはなってきちゃいますね。さすがに PR のお守りなしっていうのはきついと思うんで、まあ、PR もねそれなりにねイベント経験点は手に入るんですよ。なのでやっぱりねクリスマスとかは逃したくはないですね。コツが来てますね。ミサちゃんいいね。そうか、あと総力キャラってわりかしコツが多いんだよね。みんなここら辺をいかに潰していけるかっていうところですね。まあ、今回はポイントをもらいましたけど、で、吸血関連に関しても、まあ、チャンスがあればどんどん打っていく方向でいいと思います。コツがあるけどな、ちょっとな、ミサちゃんだよなここは。で、ミサちゃんに至ってはね魅了できないんで、そこもなちょっときついですよね。まあ、これでねミサちゃん魅了できるっていう話になったら、もう今魅了なんで打っちゃっても全然いいと思いますね。で、倉持のイベントわからん。まあ、上が経験点で下が体力回復っていう感じですね。まあ、経験点狙っていくのもありですけども、今ちょっと体力が少ないんで飯で体力を回復しますか。まあ、チームメイト評価も上がるみたいなんで、まあ、経験点は確かに手に入んないけど悪くはないですね。イベントの内容としてはチームメイト評価が上がって、かつ体力が回復できると、これはやるとまだ大丈夫か。まあ魅了してもな、どうなんだろうね。タックを早めに組めるっていうのはあるけど、これが強化になりそうな感じがねするんだけど、どうだろう。吸収か、ここでの吸収はなちょっといらないよな。
まあ、敏捷ポイントをもらえたのはでかいかな。だからある程度敏捷ポイントがたまったらもう盗塁とかねコツは掴んでいった方がいいですね。まあ、これは体力最大値を上げていきますか。まあ、極限吸血とかねこだわる必要はないですからね。で電光石火は勝手に進んでいくのか。で昨夜のイベントですね、まあ、こういうのは基本的には進めていっちゃっていいかな。ちょっと前いくつあといくつとか全然把握してないんですけど、ブラッドタックがあるんでやっておきましょう。日野なんか取れる？技術が足りないよね。技術がちょっと日野くんも久々だからな使うのが。何持ってたっけ。チャンス盗塁阿部飛行格か。いいコツだね。いいコツだけどちょっと潰せないよなこれは。まあ、ミサちゃんもいるんで打撃をやっておきましょう。で強化とかもねわりかし人が揃えば打っちゃっていいと思うんですよね。よしよしよし敏捷ポイントだけちょっと待ってやたら溜まっていくな本当に。で10月に入るかやっぱミサちゃん評価も上げていかないとな。こういうイベントでただねこれ確かミサちゃんの評価が上がるやつにすると魅了とかにねなる気がするんだよね。そうだよね。ちょっとずつイベントも覚えてきましたね。これはミサちゃんはとりあえず評価3に乗ったからいいのか。倉持もマジでコツがわからない。いや多すぎでしょう。無理だよこれ。へっすらせめてへっすら内野安打くらいを潰しておく。内野安打はね意外に経験点が少ないんですよね。でヘッスラも潰しておくか。強化まあ多分560取れたら強化をやっちゃってもいいと思うんですよね。これは体力回復してるんでこれ2回目も一緒かっていうか2回目も似たようなもんですね。まあ遊びに誘いましょう。チームメイト評価が上がっていくのは何気にいいな。倉持、まあ、倉持はね電光石火っていうのがねやっぱり嫌われる要因だとは思うんですけど刺激、まあ、刺激もね2ターンとかだったら2ターン連続で打てるかっていうところですよね。これはスカウトさんか。まあ、スカウトさんの方も無難に選んでおきましょう。お、いいやつになった。いいね。ここはどうしようかな。評価上げにするか。まあ、まずはねやっぱり評価を上げてタックを組めるっていう状態をね作っておかないと。お、告白来たね。よし、これはクリスマスに間に合いましたねと。まあポイントはねやっぱりイベントでくれますよね。で早速タックが打てるけどこれは昨夜のボツがな掴めるかどうかなんだよね。ちょっと待ってイベントデッキで昨夜くんと木内初級内野安打か。取れっかな。内野安打は取ったから初級だよね。初級あと木内。木内はどこだ。下の方かな。あ、取れるね。よし取ろう。で筋力ポイントをもらいつつ経験点をもらった方がタック1人よりは得なんでね。必要なパワーかな D あるからな
なんとか飛ばせそうだけど、ミサちゃんの PR のイベントもわからん。まあこれはまたポイントが違うくらいかな。とりあえず技術をいっぱいもらえそうなやつにしておきましょう。おお、経験点はくれるね、やっぱり。で、強化があるんで、これはちょっと打っておきますか。どれがいいんだ。これは結構いいね。敏捷とかマジで余りそうだな。これだよね多分。で、タックが来てますね。一応2人か。ここは1人で全然くれないから、完璧強化とか全然上がってないな。まあ倉持ち確か表だったよね。なのでまあ悪くはないけどっていうところではあるんですけど、重なるときはねやっぱりやる気効果アップが一番でかいんで。で、コツケ、コツケの昨夜なんで、これはもうこのままいきましょう。カルロスがまだ評価たまりきってなさそうだね。で、ミサちゃんの闇に生きるものと、まあこれは普通に1回目で切っちゃっていいかな。うん、まあ悪くないね、悪くない。全然 PR でも経験点は悪くない、やっぱり。特にね別に金徳とかを取る必要はないんで。でホムラちゃんいるから、そういえばあれか、エピローグ経験点も期待できるのか。今ちょっと死にそうだけど一応見てみる。カルロスがまだ乗ってないね。吸血見ようか。あ、ここ結構いいね。70くらいは稼げるね。ここもまあ悪くないけど、敏捷がなやたら余るんだよな。57、60、76、50、60、あ、変わんねえか。ここは、あ、ここ80とか90、100くらいいくね。超計算適当だけど、これここにしよう。で電光石火が終わったのか。これで電光石火なんてさ、技術をねめちゃくちゃね使うからね。ちなみにさ、倉持ちの電光石火って確定なの不確定なの、それすらも分かんない。あ、これって失敗したかな。なんか失敗したっぽいな。うん、窮地のことだもんね。でここに2人いるんだけど、あ、そっか、吸血はできないのか。連続で吸血はできないんだね。知らなかった。一応デートをして回復しますか。SR だとね回復量30なんだけど、 PR だと30は回復しないかな。どれくらい回復するか。26か。まあ単純に練習1回分くらいっていうところか。ここも人がいるからちょっと吸血見てみよう。どうなんだろうね。20の30、50、まあ練習するよりはでも取れるのか。ただな、コツポイントが来ると経験点にはなるからね。でしかもカルロスは乗ってないからな、まだ。守備は、これも悩むな。確実に経験点を取りに行くか、カルロスの評価を上げるか。ちょっと評価上げしよう。やっぱタックを組めるようにしておきたいんで、まあ、年内くらいはやっぱり評価上げ優先でもいいかもしれないですね。バントコツ、バントコツも潰しておきましょう。
で、ここら辺の通常イベントですね、まあこれはちょっとミサちゃんに相談しておいて、ミサちゃんの評価もね上げていかないと、もしかしたらデートだけだと間に合わないかもしれないんで、この回復量か、さあどうする、日のチャンスとか無理だな、チャンスが無理だ、電光石火臨床あるから取っとくか。あ、そっか、日の、あ、別にコツを、そうだよね、わざわざ待つ必要はないからね、経験点を使っていかないといけないんで、まあこれはちょっとコツの方に行きますか。で、吸収になって、まあ、ここで吸収するのもいいんだけど、結局はクリスマスを迎えるんで体力が回復してしまうと。やはりね、体力回復量が若干少ないっていうところがちょっときついかな。もともと体力がいっぱい回復するキャラではないんで、昨夜か、これはやっぱりポイントを稼いでおいた方がいいかな。ちょうど強化にもなったし、で次は強化できるやつがいたら強化しましょう。なんか強化できるやつがいたらっていうのもあれだけど、人が溜まってたら強化していきましょう。これが17になるのか。そして大吉か、まあ、これはタッグを組むか強化を使っていくか。でも極限になってるね。あー稼げるね、ちょっとここ候補ダメ、146、102、これ全然こっちの方が多いわ。140、150くらい、これは102、全然多いわ。うん、これはちょっと打撃だな。確かにな、極限強化もありといえばありだね。全然、まあ刺激で止められるのがねやっぱり一番いいんだろうけど、ダブルタックで93くらい、経験点的にはやっぱ3人4人だよね。ここでサボり癖がつくと結構痛いんだよな。ついたか、これでね爆弾が取れるっていう方向に発展していくんだけど、特に爆弾とかねないからねしかも爆弾とか爆発したことないからな今まで作スペになってからは。これはちょっと監督に直してもらうか。監督に直してもらうとさ、監督の評価が下がるんだよね確か、サボり癖って。守備職人、うん、直してくんないねまたタックが来てるな、監督いるな。で取れるのは広角打法、取っとくか。おお、なんか怖いね。お、これでなるのかひどい。じゃあもうちょっと強化とか使っちゃう。なんとも言えないな、なんとも言えないけど、ここだと100くらいはたまるのか。でもね、バレンタイン前なんだよね。いや、やろう刺激、これでバレンタインで体力回復して刺激でいっぱいタッグが組めて、かつサボらないっていう。ここでサボり癖がついてるのマジ痛いな確実にサボり癖はもう病院で除去してもらうのがいいのかな。で、いない、そもそもこれまださ大丈夫だよね。サボり癖を直してもらおう。1回で直ってください。よし、そしてタックが来てくれればまあ一応まあまあってとこだね。もうこれ全員総力で固めてるから、もう光ってるか光ってないかですぐ分かるんだよね。
刺激を使うか使わないか。あ、いるねいるね、よしよしよし、何人いるかは知らん。クラモッチだけか。あとはどれだけ寄ってきてくれるか。黙々の回復がちょっとあれだったけど、お二人、ここはカルロス、どうする、どっちがいいか。敏捷ポイントがものすごくまた溜まってきた。走塁取ろう。技術が足りなくなるけど、どっちがいい、していっか。せっかく刺激してるんで、だこれでまた3人とかね寄ってきてくれれば刺激を使ってもいいんだけど、2ターンだったらね1ターンとかだったらマジ意味ないから。で1ターンとかってあんのかな。見てみましょう。2人か。コツコツがあるね。小村ちゃんはな、わりかしねコツも多いキャラだからね。体力が下がった。これって体力下がるっけ。下がんないか。キューパーだけど1人刺激、だね。これは遊びに行きますか。あとは今属性が強化なんで、次あたりでまたそれなりの経験点を吸収できたら吸収しておきますか。あとは次のデートのコツとかもな決めておかないとね。でこれは水か。よしよしよし、体力が回復してくれるのはでかい。やる気が下がるんだっけ。一応成功失敗的なものがあるのか。ここら辺の吸血量100はいくか。ここも悪くないね。あ、これいいね。130くらい手に入る。140はいかないくらいで強化になったね。またちょちょちょ、強化で吸収したから強化のままなのか。で、ここは頼み込みますか。評価は足りてないよね。代打、代打買ってるかな。超自信ないわ。まあとりあえず自分の打席をプレイしましょう。代打なんで。で、で敏捷がもうすでに764。あと敏捷をめちゃくちゃ使うやつって何？レーザービームとかも使うっちゃ使うけどさ、敏捷だけじゃないからね。本類生還が結構使うのか。速攻、速攻は筋力も使うね。打開、なるほど。ここら辺をちょっと取ってこう本当に。で総力を上げる筋力を取っておかないといけないんで、ミート22とかやばいな。いやこれマジか、すげえ打てる気がしない。弾道2ミート F パワー D、 これで甲子園まで行くのはちょっときついぞ本当に。どうこれなぜか行ったな。そしてめちゃくちゃ点を入れられている。まあここはとりあえず監督の評価を上げるっていうことで OK でしょう。さてそこからまたね3人タック4人タックが来てくれないとやっぱり経験点は伸びない。どうする小村ちゃん、潰せるものだけ潰しておこう。
固め打ちとかを潰すとムードが潰せなくなるかな。そんなことはないか。守備職人、あ、その時に潰そう。チャンスは絶対無理だからね。固め打ちを潰しておきますか。強奪とかね、今回マジで意味ないからな。チャンス。で、2人倉持とかな。マジでしょ、コツが多すぎるからな。無理だ、技術が4しかないから。強奪、強奪だらけだな。チャンスメーカーで、これは教わるやつか。どうすればいいんだっけな。体力が下がるけど、矢部君とやるとわりかし経験点くれるんだね。どうしようかな。でもな、まあ、いいか。ちょっと矢部君と勉強して経験点を取りに行こう。ここはで次はデートをしよう。一応叱るか。でお出かけをして、属性がね強奪なんだよね。ここでね強化とかだったら強化を選ぶかデートをするかっていう、まあ、そこら辺のね選択肢が取れるんだけど、これ何がいいの。まあここは筋力でいきますか。やる気が上がってくれればいいけど、ここなんかやる気が上がらなそうだな。いやこれキスされてさやる気が上がらないってどういうこと、おかしくね。でまたこれか。これもね見ないと分かんないんだよね。最終的にどうすればいいんだ。属性はちょっと強化とかにしておきたいんだよね。まあ夜型にして強化にして、で興奮しないにすると、ただミサちゃんの強化が下がるのか。なんかそれもなあれだな。興奮するにしておくか。で最終的に魅了にするとダメだから、まあここは平気だようにしておこう。やたらやる気が減ってしまった。ここで何か属性を変えておきたい。すっげえ引きいな。何この経験点。594ってマジで。一応ちょっとでも、ちょっとでもというか属性だなやっぱり。まあ、筋力でいいか。魅了。うわこれはもう無理だ。適当に監督あたりを休憩しとくか。よしやる気が上がった。小村ちゃんのイベントも終わった。でチャンスもとりあえず満タンにはなったか。倉持刺激、刺激が来たらな、一回体力を全開にしておきたいよね。チャンスメーカー。でこれは勝手に進む、いや違う、相談するやつだ。誰に相談するかっていうやつか。いや違った。ここで2人か。2人止めておきたいけどな、体力がないからな。ちょっとこれはデートを進めて体力を回復させるか。
まあ、デートとかね休むっていうのは属性が変わらないんで、その間に3人4人が来てくれれば儲けものなんだけど、ここはねもう完全にね運だよね。逆に誰もいなくなるっていう可能性があるからね。カルロスって何かで体力下がったよね。うん下がった下がった。いない。とりあえずコツのところだけ。メンタルか。メンタルコツはね、わりかし大きいんだけど、大きいんだけど、まあ、体力を回復させつつ、人が集まってくるのを待つか。そして、カラデートかいな。まあまあまあ、体力の回復にはなったから、いいけど。だね。ちょっとこれはもう一回デートしよう。あれ？そうか。あれか今更だけど金徳のデートがないからデートはもう終わったんだ。で一人ですか。2ターンだよねこれ多分。どうする。強化がいっぱいあったら強化にしたいけど特にないね。まあ使っちゃうか。これといったな。爆発的タックは組めてないからね。カルロスはそうすると全部で5回あるイベント的には。で100くらいか。タイだとなどうしてもね100とかなんだよな。一応ここは刺激にしておく。もうちょっとね月日がないからね。あれこれ刺激にならなかったっけ2人強化 OKOKOK、まあ、減ってきてる段階で強化は悪くないから。強化でそこそこでもポイントは稼げたって言ってもね、言うてもなんだよね。3人タック4人タックには全然かなわないからね。どうする。吸血何かいいのがあれば。これでも90くらいか。6789595。技術が95奪えるんだったらちょっとこっちでいいかな。奪えるとき奪おう。で試合に来るか。昨夜のイベントもちょっとわからんので、見よう。これは通常イベントか。できればポイントにしたい。一番下でもいいけど体力が下がったりするのか。真ん中にしよう。コツとかはね別にいらないんで、まあ、体力減らずにこんだけもらえればいいでしょう。で吸血はできないから日のチャンスはもう5あるから、まあ、取っとくか。阿部日取るでしょ。盗塁取ったでしょ。もう大丈夫か。よしよしよし。まあ最低でも強化だよな。で今のところ走塁のポイントがそんなに溢れてるっていう感じはしないんで、多分経験点的には伸びてないんだろうな。敏捷に関してはねもうほんとね振り分け先がね困るくらい溢れるみたいなんで。ちょっと待って、ミトはね、D 欲しいけど、ギリギリ、D っていうか、E か、マジか。だったら、なんかパワーヒッターあたり取っとく、無理やり。これでいこう。いや、この能力で打っていくのか、すげえ厳しいな。お待たせいたしました。
まあね、初戦はねいいとして、甲子園にね行ってからなんだよね、やっぱりホームランが打ちづらくなるのは。これはボールでしょ。まあやっぱりね、バンプはどうしても重ならないと経験点がねいかないっていうのが厳しいよね。で自分もね時間的にね、その何周もやってる時間は絶対ないんで、最悪あのチャレンジの何人育成するってやつがね終わんないと思うんですよね。あれなんか一番多いやつで10人とかだったっけ。吸血を見てみましょう。60、70くらい、ここが4、5、6、7、8、80くらいもらえるか。もらおう、もうこれは。またね、魅了とかにねなるくらいだったらもらえるときにコツ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 もらっていっちゃいましょう。まあ果たしてそれがいいのかよくわかんないけど。でちょっと待って、本当にまた便証が、印象があるけど、どうなのこれ、めちゃ溢れるっていう感じではないよね。なんかうまく使い切れそうっていう感じの数値だけど、それだと多分ね行ってないと思うんだよね。ツーアウトランナー一塁という場面で郡山、これはいいやつだ、いったー。あとはそうか、リペロール経験点も小村ちゃんがいるからそれなりにはもらえるから、その分はねさすがに開けとかないといけないんで。バンプリードで迎える5回です。ツーアウトランナーなしという場面で郡山、今日よしよしよし、とりあえずね予選大会は まだなんとか打てるんで、こういう能力でも。今日2本のホームランを放っている、郡山、来たー、行ったー、はい、問題はこの先甲子園に行って果たして打っていけるか。で、ここはちょっともう寝よう、寝て甲子園は練習をする、ひたすら何にもない、吸血もう吸血する、少なこれでもこれそれなりにもらえるね肩70くらいもらえる、ワンタッグよりはもらえるからね。だって体力の消費なしでワンタックよりもらえるんだったら、まあ吸血しといていいと思うんだけどね。で、まあ確かにな、敏捷あふれるっていう気持ちはわかるけど、このサクセス界ではまあそこまでっていう感じだね。まあ、電光石火を直撮りしてるからね。さあこれから0対0で迎える2回です。ワンアウトランナーなしという打った初球打ち、まあ、伸びる要素はでもあるんだろうな、やっぱり3タックすら来てないからね。まあ、4人タック1回、3人タック2、3回来てどう伸びていくかっていうところですね。で経験点に関しては多分ね、その999を超えると、うおー待てそれ以上はね経験点にならないみたいなんで、ここは何としても塁に出たいところ。要は敏捷ポイントと筋力ポイント合わせて999までって考えると、多分4タックくらいでダメだ、まだ粘ってくれてね、走ってね、紐かそれ走るわこの場面。シュート回転、よし、で一応ね1万点出した人に言うと、あの最後の経験点ピロ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 っていうのがあるじゃないですか、あれ中に9999の表示までらしいんですよ。でも、ちゃんと1万点まで反映されてるみたいですね。まあ一応そういうねところまで行きたいけど、カルロスってなんだっけ、カルロスって
盗塁走塁バント内野安打チャンスメーカー守備職人かと。守備職人がどういう状態だったっけ。チャンスメーカー取っとくか。守備職人よし、これで OK かな。刺激、もうここら辺に刺激来てもしょうがないからね。まあ刺激をね、刺激をするっていうので一旦使うんで、それを考えるとやっぱそれなりのね見返りが欲しいですよね。刺激っていうのを選んでワンタックだと、うん、まあやっぱり普通に練習してワンタックとかの方が、うおお、4点取られてるよ。バッター郡山、投げたボール、第2球投げた変化球ストライク、低めボールだな。投球はこれから3球目、ボール、カウントは2ボール1ストライク。自分で点を取っていかないと。投げました、あーフォークか、引っ掛けた、走れ、足だけは速いはずだ。ダメだ、もう左バッターにしようかな。展開で迎える3回です。ノーアウトランナー1塁という場面で郡山、最初のバッター、左バッターちょっとミートが低くなるのか。今でさえ FD だからな、こっからさらに低くなるって言われると。第3球を投げました、うん、ちょっとあのツーシームもな、手を出したら引っ掛けた感じになりそうだったからな。ランナーが一つ先の塁に進んでいます。おー、フォアボールか。おお、点を取ったけど点の取り合いだね。郡山、今日はサードゴロとフォアボール。なんかここは足でかく乱するチームだな。外れたボール、カウンター、みんな足速いよね。投げました、打った、これはこれ、まあホームラン、ホームランやっぱりね2本は欲しいんだよね。同点で迎える6回、もう変わってるし、藤村君158キロ出るんだ、超速いな。初球に送ってストライク、さあ次の投球投げました、これはいい当たりだ。いやちょっと振り遅れたけど、まあ広角打法は抑えてあるんでね。まだ藤村君慣れて投げてるか。連続でホームランを放っている郡山、158キロのさ球が当たったらマジ死ぬよね、超怖えんだけど。危ない危ないよ、ちょっとやめてよ。投球は3球目、投げた、よし、 OKOKOK、 いったー、危ね、2回戦を見事と。9対8って、まあ、奇跡的にね、なんか途中で勝手に4点くらい取ってくれたからさ、よかったけどさ、通常だったらこれ負けてる試合だよね。さてここからポイントが546か、一応総力 S に100にしとく。まあこれで絶対溢れないね。であとは、とりあえずミートパワー C にしておこう、あとミートも上げられるか。よし、なんかあとそれなりの打撃系のもの、打撃系、打撃系満塁とかになるかな。ローボールヒッターとかか、ローボールヒッターとか悪くなさそうだね。あ、上り調子もいいかもね。上り調子にしよう。最初の方でね打てなかったら、あーやべーってなった時に小村ちゃんのコツが来てる。いぶし銀とか取れっか。いぶし銀、いぶし銀取れねちょっとポイントを使いすぎたな。まあしょうがない、最後だしね。経験点をくれたら嬉しい、ありがとう小村ちゃん。あれ、こういう話になるんだっけ、ムキムキくんとのなんか力比べみたいな。それをずっとイメージしてたんだけど、2つあんのかな。2回の裏1点を追いかけます。さて問題は攻撃に入ります。アーサーのところに打ちたい。今のは結構チャンスボールだったけど、第2球投げた、ボール、カウント1ボール1ストライク。投球はこれから3球目、まず1本いった、入った、
ランスが来る前に、ランスが来る前にウエストか、まあ、日野だもんな。めちゃくちゃ警戒するよな。2球目も外してきます。第3球、おお本当に警戒してるね。第4球を投げた、打った、これは警戒しすぎでしょう。もう球筋が読め読めなんだけど、あ、変わってる。ランス走ってくるね。日野よく出てるね。ちょっと待って、ランスにしてはストレートが多くねえか。チャンスをピオらせるとは。ちょっと待って、この全力ストレートは無理でしょう。ちょっとやっぱりランスだよ。やっぱりランスが打てないんだよな。これはとりあえず安打にはなったか。今回のバンプはよく打ったね。バンプもね、援護がねないみたいなんで、ピッチャーでやろうとすると相当剥げ上がるみたいですね。まあ、今回はねデッキの特攻キャラ的にも、まあ、ピッチャーよりはやっぱり野手で行った方がいいのかなと。アヘヘンがねそんなにいいキャラがいないんで。さてこれでとりあえず、そう、70はね入ってくれるんで、まあ、PR でもいいかな。 PR プラゴとかになってればね、またもうちょっと違ったのかもしれないけど。さて経験点的にはどんな感じかな。7100か。アヘキンとそう変わんないね。7000いくつだったかな。ただアヘキンの時は4人タックとかがね来たんですよね。で3人タックも来て 20% の3人タックを怪我したんですよね。別に登録はしなくていいんだよね。で今のハイスコアが17000。あ、そうか。でも経験点は同じでもボーナスが違うのか。特攻キャラボーナスが違うから、これは一応更新できたかな。もうちょっと暗算できなくて申し訳ないけど、18976位か。というところで、まあ、アヘソね、今回3人タック4人タックが来てなくてこの経験点なんで、まあ、一応ボーナスの高さを考慮すると、まあ、もしかしたらアヘソで突き詰めた方が自分のデッキとしてはいいかもしれないですけれども、多分時間ないんで、そんなに経験点は更新できないと思います。ということで今は976位ですね。3枚のね SR を揃えるっていうのは相当きついですね。100位とかだったっけ確か。なので、今ヤギューちゃんも気長に解放していきましょうという感じにはなりそうですね。というところで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。